田島タイムスです。選挙は政権を強くする、人事は政権を弱くする。永田町の言い伝えに逆らって岸田政権は進んでいます。岸田総理が6月解散を見送り、次に検討しているのが7月の人事、内閣改造、党役員人事で体制を刷新し、9月の総裁再選を狙うつもりですが、この人事実は岸田政権の致命傷になりかねません。岸田総理が6月解散を見送った最大の理由、それは内閣支持率が低迷しているからです。もともとなぜ6月解散が必要かというと、9月の総裁再選を果たすため、解散総選挙で国民の信任を得た、その勢いで9月の総裁選挙を乗り切る、こんな戦略を描いていたんです。でも内閣支持率の低迷で、今解散総選挙を無理やり行っても自公が過半数を割る可能性が出てきた。仮に過半数を維持したところで議席を大きく減らせば、自民党内から反発が高まります。むしろ9月総裁選挙に逆効果、もうここでやめろという声が高まりかねません。結局内閣支持率が低く議席が大幅に減る、こんな可能性のある中では、解散総選挙なんて土台無理なんです。しかも公明党は6月解散に猛反対していました。岸田総理、政治資金規正法の改正、今国会で実現するには公明党の協力が不可欠です。公明党の意見を受け入れるほかない、こうして6月解散断念に追い込まれました。本来は6月23日までの国会会期を大幅延長して、7月8月ギリギリまで解散総選挙のチャンスを伺う、こんな選択肢もありました。しかも国会会期を大幅延長すれば、9月の総裁選挙に向けて党内のライバルたちの足を止めることができる。みんな総裁選に向けて準備を進めたいんです。でも国会開会中は露骨に反岸田の旗は上げられない。ですから国会会期の大幅延長というのは、岸田総理、ライバルたちの足を止める一つの作戦でもありました。でも国会が続いている限りは、いつ岸田総理がやけくそ解散を断行するかもしれない。公明党はそれを恐れました。今国会中の政治資金規正法改正を認める代わりに、総裁選挙の前の解散は絶対嫌だ、会期延長もダメだ、このように押し切られたんです。こうして岸田総理、6月解散を断念し、6月23日の国会会期延長もできなくなりました。もはや残る総裁再選戦略、それは党内のライバルたちを蹴落とすか味方につけるか、これしかありません。そこで浮上してきたのが、7月の内閣改造党役員人事です。この狙いはもう一つだけ、最大のライバル、それは世論調査で次の総理トップを走る石破茂元幹事長。この石破さんを自分の味方に引き込むこと、具体的には大嫌いでもう関係が冷え切っている茂木幹事長を更迭して、後任に石破茂を据える。最大のライバル石破さんを幹事長に取り込めば、総裁選に出馬することができなくなる。その他のライバルといえば、第2位につけているのは小泉進次郎さんですが、この進次郎は父親小泉純一郎が50歳になるまでは総理を支えろ、今回の総裁選には出さない、そう明言しています。3番手の河野太郎はマイナンバーカード問題以降大失速、党内人気はもともとありませんが、国民人気も大きく下落している。麻生太郎が岸田総理牽制で担ぎ上げた上川陽子も自らの失言で失速、右派に人気の高市早苗も党内の支持は広がっていません。菅前総理と近い加藤勝信元官房長官、この人も意欲を示していますが、なんといっても地味、これはとても総選挙の顔になりそうにありません。石破さえ引っ込めば、残るライバルは大嫌いな茂木しかいない。むしろ岸田総理、茂木幹事長を突き放して総裁選出馬に誘い出す、そうなれば岸田文雄も人気はないけれども、相手の茂木敏充も党内外でとても人気がない、この究極の不人気対決に持ち込めば、相手が茂木なら勝てるかもしれない、これが岸田文雄唯一の戦略なんです。ですから何としても石破の出馬だけは阻止したい、そのためには幹事長に取り込む、そして茂木を更迭して、茂木を挑発して総裁選挙に駆り出す。おそらくキングメーカー麻生太郎は茂木と組むだろう。この間岸田麻生関係は冷え切っています。ここで一挙に麻生茂木を敵に回して、大きく政権構造を変えてしまう。石破と組んで総裁選になだれ込めば、相手が茂木なら勝てるだろう、これが岸田文雄の戦略です。けれどもこんなにうまくいくとは限りません。そもそも石破茂が幹事長を受けるのか、
普通総裁選間近の人事、しかも現職総裁は非常に人気がない、勝てそうにない、こんな泥船政権に協力する人はいません。まして石破茂、このまま行けば総理になれるかもしれない。ここで岸田の要求を受けて幹事長になれば、もう総裁選出馬は難しくなるでしょう。あの岸田文雄を支える気なの？一挙に国民人気も冷めるに違いありません。普通は幹事長などこんな局面で受けるはずがない。でもこの石破茂、妙に生真面目なところがある。総裁に要請されたら幹事長受けないわけにはいかない。こんなことをポロッと周囲に漏らしたこともあります。もちろんこれ本心で言ってるのか、あえて岸田文雄に幹事長を打診させて断ろう、そんな策略なのか、これはわからない。仮に岸田文雄が石破茂に幹事長就任を要請して石破に断れれば万事休す。もはや内閣改造、党役員人事はできないということで、事実上この段階で岸田政権は終わります。岸田文雄総裁選不出馬に追い込まれるでしょう。最後の命運を石破茂に託すことができるのかどうか、ここは大きな疑問。普通なら石破茂幹事長人事は受けません。もし受けたら石破茂ポスト岸田レーツから脱落です。こう考えると、この不人気岸田文雄総裁選挙直前の人事なんて普通は成功しない。選挙は政権を強くする、人事は政権を弱くする、まさに解散に踏み切れれば総裁再選の目はあったのに、ここで人事に頼る時点でもはや相当に追い込まれている。最後の起死回生の博打と言えるでしょう。多くの場合こうした博打は失敗に終わります。もともと岸田文雄総理総裁になる前から、総理大臣になったら何がしたいかと聞かれて人事がしたい、そういう政治家でした。安倍政権が長期化したのは先手先手で解散総選挙を実行、なんと国政選挙6連勝、これが安倍政権長期化の成功の秘訣でした。これに対して岸田文雄、最初は就任早々任期満了間近の解散総選挙を断行したけども、結局その後解散権をちらつかせながら踏み切る勇気がなかった。選挙よりは人事、弱くなる政権の典型と言えます。石破が幹事長人事を受けてくれないなら、何のための内閣改造党役員人事か訳が分からなくなる、やる意味がない、そんな状況に追い込まれるのは間違いません。残る選択肢、最後ウルトラシーが一つだけあります。岸田文雄、もしかしたらこれを画策しているかもしれない。一体そのウルトラシーとは何か、それは次回の動画で詳しく解説したいと思います。鮫島タイムズ、引き続き今後緊迫する政局、どこよりも分かりやすく丁寧にお伝えしていきます。チャンネル登録よろしくお願いします。